最オは中華人民共和国の物流会社、アリババグループとして発足している。日本国内ではその漢字表記から名取とも呼ばれる。世界230カ所に倉庫を抱え、224カ国に配送を行い、1日あたり1億個の貨物を取り扱う。中国国内の EC 需要が起限する膨大な物流負担に対応するためアリババを中心に、 中国国内の複数の物流企業や運送会社と共同で2013年に設立された。物流会社ではあるが、自社でトラックなどの運行は行っておらず、きめ細かな物流ネットワークの構築やデータ共有による最適化を行い物流効率を向上させることで、中国全土で24時間以内、全世界72時間以内の配送を完了させる。 ことを目標とした物流プラットフォームとしての運用を目的に設立が行われている。順豊エクスプレス、円通測定、新通改定といった中華人民共和国の宅配業者大手と中国知能物流国関網を構築し運用している。CSN は中華人民共和国内の荷物の70%を処理している。CSN に加入する企業のトラックや 倉庫の稼働状況データを収集するともに分析を行い担当を自動的に振り分ける企業間での荷物の送り場を電子化するなど IT を用いて特定の宅配会社に集配業務が集中しないようコスト削減や配送時間の短縮といった効率化を実現している日本通運も CSN と提携を行っているが CSN によって中華人民共和国と日本間の電子商取引においては配送費が3割抑えられているとされる。新型コロナウイルスに対するワクチンの開発を行う国内良品メーカーとワクチン輸送に監視協議を行っている。各種ワクチンは厳重な温度管理が必要とされ、新鮮から中東を経由し、アフリカに送付するための高ルドチェーン。 航空貨物サービスの開始を行っている。EC 最用手であるアリババグループは取扱量は順調に拡大していたものの、その配送はすべて外部に委託しており、毎年開催される大型セール日である独身の日の年々増える莫大な注文によって、物流企業や運送会社がその一気に増えた物量をさばききれなかったため、爆層と呼ばれる宅配会社の倉庫が、 依頼品で物理的に満杯になり混乱をきたす物流崩壊を起こしていた。業界2位である家電を中心とした共同症状は自社で物流会社を運営していたため、アリババグループの EC2 社よりも商品の配送に関する品質が上回っている状況であった。なお、この高品質な配送サービスの提供により後発組ではあったが、 共闘症状は売り上げを大きく伸ばすことに成功している。2017年には共闘症状の物流部門を共闘物流として個会社化し、この配送サービスも自社以外にも開放している。共闘症状の動きに対し物流には進出しないと公言していた馬雲は考えを改め、この状況を打開するため2008年に運送会社である百世会への投資を皮切りに、 物流事業に注力している。この結果、二千十六年以降、独身の日で物流崩壊を起こすことはなくなり、十日以上、かかっていた配送は三から四日、程度にまで短縮されている。北京市海予読の住宅街に設置された、顔認証式スマートロッカー二千十三年、物流企業がやらないことをやるを、企業ポリシーに三千億元の拒否を投じて設立され、アマゾンで、 グローバルロジスティクスディレクターとして国際物流業務を担当していたマンリンが2014年に副社長として入社。荷物のトレーサビリティ確率から始まり、宛中機のデジタル化や運送会社ごとに違っていた書式の標準化を行う。次に建設ラッシュなどで実態に即していなかった住所を戸籍だけでなく配達員の検知などを含めた。 独自の住所データベース化を行ったことで正確かつ最短距離での配送指示が可能となった。建物の位置までを特定する第4級データベースはすでに完成しているが、建物のどの位置に目標となる部屋が存在するのかを判別する第5級データベースをアリババ傘下のマッピングサービス企業である高徳地図と共同で開始している。大手百貨店の店内図のデータ化は済んでおり、 今後商業圏やビルなどすべてのデータ化を得ることで自動で最短のルート設定が可能となる。また、再配達の問題を解決するため地域ごとに宅配物を預かるナトリステーションの構築を行う。これは宅配スマートロッカーのみだけでなく申請を行い登録された個人事業者が同サービスを提供することができ、取り扱う個数により手数料収入を得られる。 システムとなっている。2017年時点で20万6000機が設置済みであり、中国政府が第13次後可燃機がで普及に関し言及したことで、2020年までに77万2000機の設置が計画されている。この他、無人搬送車を採用した倉庫の自動化や人工知能を利用した段ボールサイズの選定、ドローン宅配便や、 自立式の自動配送車などの取り組みも行われている。2018年には、馬雲が次世代物流戦略であるスマートロジスティックサミットを開催しており、1000億元の費用をかけた1日あたり10億個の処理能力体制の構築を発表。2020年の独身の日には700便にも上るチャーター機を手配したほか、11日間で23億個を処理するまでに、 能力は向上している。新たな取り組みとして、アリババグループの生鮮食品スーパーである、工場新た製での30分配送、24時間配送などの新たな目標を掲げており、事業を開始している。2013年にアリババと大手物流企業や複数の大手運送会社が出資して設立された。2016年にはシンガポール政府投資公社、テマセクホールディングス、 カザナナショナル、プリマベーラキャピタルグループなどから投資を受けた。金額は明らかにされていないが、調達額は15億ドルと見られている。2018年6月6日、全世界72時間配送に向けた、香港国際空港に世界最大規模となるスマートロジスティクスセンターの建設を行うため、中国国際航空とアイドエキスプレスでの合弁企業設立を行う。 2019年11月8日、アリババグループは、サイニャオに対し233億円の再投資を行っており、株式保有率は51%から63%へと増加している。2020年11月5日、マレーシアのクアラルンプール国際空港に EC 専用の配送拠点の開設を行う。二千二十年十一月十一日、東京、横浜。 大阪、神戸に物流拠点を開設し、日本市場に参入した。国内輸送と、天猫国際の越境 EC 向け倉庫となり、東京大阪は空輸、横浜神戸は海運向けの施設となり、独身の日に向けた配送スペースと在庫確保のために、使用される。日本通運、マネキ商局集団参加のシノトランス、4PX エキスプレス。 日本航空と公園グループが共同で設立した JAL 公園などと提携し、通関業務の迅速化が図られる。2021年1月13日、航空、海上コンテナでの輸送サービスを開始した。ありがとうございます。